関西空港自動車道は大阪府泉佐野市の半和自動車道から関西国際空港へのアクセス道路として建設された高速自動車国道である関西空港道、関空道と略される高速道路ナンバリングによる路線番号は関西国際空港連絡橋とともに E71 が割り振られている半和自動車道の泉佐野 JCT より分岐してンク。 ジャンクションで関西国際空港連絡橋に接続する。路線は国土開発幹線自動車道には指定されておらず、高速自動車国道の路線を指定する政令によって、高速自動車国道の指定がなされている。政令による正式な路線名は関西国際空港線である。一般道路として国道481号が並行している。大阪市、神戸市などから、 関西国際空港へは、阪神高速4号湾岸線を経由した方が、時間的に早く、近くしかも割安である。また、関西空港へのアクセスというよりもむしろ、阪神高速4号湾岸線から和歌山、白浜方面への接続道路として利用されている。京都、奈良、大阪方面からの空港連絡バスも境、仙北道路と阪神高速4号湾岸線を、 利用している。24時間交通量道路交通センサスより一部データを抜粋して、作成2002年度美交通量、高速道路ナンバリング一覧。国土交通省、2017年2月26日閲覧。令和2年度全国道路、街路交通情勢調査の延期について、国土交通省道路局、2021年5月1日閲覧。二千三年度、 日本道路公団年法、ありがとうございます。